は親近すぎてしんどいお話です。ついてきてね。ただ言わねばならぬ、今 YouTube で2人のバレエダンサーがバトルしています。それは山海 TV という登録者63万人のアメリカのバレエダンサー26歳とヒューマという登録者7000人でクロアチアのバレエダンサー19歳、どちらもプロのバレエダンサーが YouTube 上で激しい喧嘩をしています。激しいです。簡単に言うと、1月15日、ヒューマが山海を大批判、バレエを広めたいという大義名分を掲げて卑猥な動画を上げて、登録者とお金稼ぎをしている人に思うことという動画を配信。内容はそのままで付け加えると、過激なサムネで再生数を増やしてもバレエに対して良いイメージにはならない、登録者が多いので発言に責任を持ってほしいと訴えた。これを動画にしたのは、山海氏を不快に思っている人たちもたくさんいることをみんなに知ってほしかった。そしてバレエについても、日本にバレエは十分広まっている、そしてバレエは芸術であり敷居を下げてまで広めるつもりはない、足んなかった。それに対してバレエを広めたいという山海 TV はとてもショックを受け、僕は揺れない存在だったという謝罪と弁明の動画をアップ。ヒューマン氏は収益が目的だと言っているが、私山海の生活はバレエ団の収益のみ、 YouTube の収益は会社に入れて社員の給料に当てている、動画で稼ごうと思ったことはない、バレエを広めようとしているだけ。それで稼いでると変わらんね。そして日本のバレエ市場は多くないから広める必要性は十分あると大反論。そんでまたピューマ氏は動画をアップ。日本には多くのバレエカンパニーがあり、厳しくも多くの先生方とのつながりと努力の上に成り立っている。うん、わかる。でもこの厳しいってのはおそらく運営のことだと私は感じる。まあ、次行こう。次は山海がお願いがありますという動画をアッピング。その内容はヒューマに怒りつつもヒューマの意見もわかるというような内容。できた。ここでヒューマは次のアクションを出さず無視します。そんで山海 TV は大号泣の動画を出しています。DM したけど返事がない、ヒューマ氏が対話したくないならそれは単なる炎上商法だ。そして何より私は彼に対して敬意を表したのに彼からリスペクトは感じられない。パートナーのネリアさんも大激怒で、バレエ界は狭い、ヒューマが自分を過信しているのならグーンを厳しい道だと思いますときつい意見を言って、なんと活動休止、完全に二人の溝は深まった状態というお話です。はい、しんどい。こういった言い合いってどの表現にもあるあるですよね。音楽、芸術、絵画、あいつは商業音楽に毒されたナンパなやつだとか、 YouTube みたいな S っぽい表現だとか、俺たちはマイク一本で頑張ってきた漫才師、お座布団に座って師匠に弟子入りしてろ、手な具合でそもそもスタンスが違うから落としどころがない。しかしこの二人は違う、どちらもバレエを芸術と認めているんですよね。芸術ってエンタじゃないんですよ、文化であるから国立とかで守られてるんですよね。この形じゃないとバレエじゃない、芸術とも言わない世界でも、実際の話、現実の話、見せ物である以上視聴者が必要。山海 TV はおそらくバレエダンサーの厳しさを知って、敷居は下げないまでも知ってもらうことによって広がると信じていたし、バレエダンサーの待遇も良くなると考えていた。幼い頃から学校へ通い狭き門のバレエダンサー、厳しいレッスンだけじゃなく身長や体重などの素質と意地が必要で、レッスン料の割に収入が少ない。だってバレエダンサーの平均年収は400万もいかないんですよ。そんな彼らを支えているのはバレエへの誇りです。歴史も含めて多くの人がつながっている芸術、それがバレエなので、一人の異端児が出てくると叩かれて当然なんですよね。しかも他の芸術と大きな違いは、バレエは最初から貴族階級の芸術、最初から敷居が高いんですよね。絵画、ダンス、音楽、漫才、落語、多くのジャンルは民衆から生まれてるけど、クラシックとオペラとバレエは貴族、王族が生んだもの。敷居を下げることはそれそのものを否定することになる。難しい。だから私この話には参加したくなかったんですよ。疑心の民なんで。ゲヘゲヘ。ただこの卑猥なサムネとか釣りサムネって SNS や YouTube で一番重要だから避けて通ることはできないんです。繁華街の客引きじゃないけど下品にならざるを得ない。ただ繁華街での客引きが下品で市民会館のパンフレットが上品とは私は思わない。だってそれ税金だぜ。それが国立バレエの芸術を守るヒューマと工業として広めようとする山海氏とが理解し合うことは今のところ無理。ただ今後客席に多くの山海氏の視聴者がヒューマ氏のオーディエンスになることもあり得るので、それまで待ちましょう。それが答えになると思います。てかたー、とでも言うと思ったか。私はヒューマ氏に言いたい。こうやって SNS で相手を攻撃したってことは、もうすでにこの世界、このインターネットの下品な世界に足を踏み入れている。それは美しくはないし、芸術ではない。ショーだ。
小ビジネスだ。君も山開しとやってることは全く変わらない。それにもし気がついていないのなら、芸術は宗教に似ていると私は思う。そして山開し、お客さんがたくさんいる以上、たった一人の同僚の小言で活動休止するのは違うぞよ。てかたー。